こんにちは、松です。高橋ダンさんっていう投資家の人がいるんですけど、高橋ダンさんは、金価格は将来5000ドルいくって言ってるんです。高橋ダンさんは、有名な YouTuber でもあるので、ご存知の方も多いと思うんですけど、今年、金の本を出版してるんです。ちょっとさらっと読んだんですけど、すごく読みやすかったんで、金の初心者にとってはいいと思います。 高橋ダンさんが言ってるのは、マネーストックの量に比べて金の価格があまりにも低いと。青い線がマネーストック M2 なんですけど、これは民間が持っている現金とか預金なんかの総量です。そして赤い線が金です。マネーストックは特に2020年のパンデミックの時にドカーンって上がったんですけど、それ以外でも上昇してるんです。 ちょっと言い忘れたんですけど、これはアメリカのマネーストックです。マネーストックが多くなると、物価上昇の可能性も出てくるし、さらにドル安の要因にもなってきますから、本来は金とは相関してもいいようなもんなんです。ここから考えると、この金の赤い線がマネーサプライに相関してもっと上がってもいいんですけど、今のところはそうなっていないんです。 ですので、高橋段さんは、将来、ここから考えると、まあ、4000ドル以上はいくと言ってるんです。4000ドルから8000ドルって言ってますけどね。現在、アメリカの中央銀行が、金融政策を変更して、つまり、通貨のジャブジャブをやめようとしてるんですけど、その結果、物価上昇がどうなるのか、そして、ドルが高くなるのか、安くなるのか、 この辺が金の価格に大きく影響してきます。あと、アメリカ政府はシンコロ対策のために国債をたくさん発行しましたので、国債の格下げっていう話も出てくると思います。現代貨幣理論で言うと、国債残高が多くなろうと、マネーストックが多くなろうと、物価が抑制できていれば問題ないと言っているわけです。 私もそう考えているんですけど、今の主流は現代貨幣理論ではないんです。ですので、私が投資をする際には、現代貨幣理論については考慮していません。以上、高橋談さんは、マネーストックから考えると、金の価格はもっと上がってもいいと言ってるわけですけど、これはいわゆる、 中央銀行の金融政策によって金の価格が変わってくるよっていう話です。金独自の話としては、金の埋蔵量は有限ですよっていうことです。ピークゴールドっていう説があるんですけど、これは2018年だか2019年だか忘れたんですけど、これぐらいの年代をピークにして、 年々年々金の採掘量が減っていくと、まあ、こういう説があるんです。高橋ンさんの本にもちょっと書いてありました。あと、金というのは、プロじゃない限り、長期投資が基本ですから、焦って短期でやらない方がいいと思います。保険みたいな感覚で、全資産の1割から2割ぐらいを長期で持っておくのがいいかなって思います。 では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。